え皆様本日はセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。私、ウェル FM ファウンダー理事の吉井康と申します。ウェル FM は昨年の3月に設立された組織でございます。私たちはウェルネス及びウェルネスツーリズムの普及を通じて人々が生き生きと暮らせる日常の実現を目指して活動しております。ウェルはウェルビーイング、FM はファインドマイステープの略でございます。 最良の状態を自分で見つけるということを意味しております。本日のセミナーでは、ですね5月の12日に東京ビッグサイトで行われました国際ウェルネスツーリズムエキスポの私、吉井康の講演の内容を抜粋してですねお伝えしようと計画しております。ウェルネスツーリズムの推進がもたらす観光地経営の差別化、公収益化戦略ということでございました。 内容をです、ね、20分、30分に集約してお伝えしようというふうに考えておりましたところ、あまりにも内容が濃すぎましてですね、3回に分けて実施させていることにいたしました。本日はまず財源の確保についてのお話をさせていただければと思っております。また、来週1週間後の6月の7日はですね、ウェルウェイフ M ができること、特に温泉の差別化についてのお話をさせていただきます。 3回目、最後は6月の14日、ジャパンウェルビーングトリップということで、現在、ウェル FM が中心となりまして、推進しておりますプロジェクトの中から、ジャパンウェルビーングトリップ。これは、石川県の七尾市の DMO 様と連携して実行を予定しておりますが、そのプランにつきましてのお話をさせていただきます。さて、早速でございますが、本日の内容、観光地経営の差別化、 高付加価値化戦略におきまして、お話をさせていただきます。きょうはの財源の確保ということでございます。それでですね、アフターコロナに向けてえ、観光地形に我々ができることというタイトルが出ておりますが、え具体的なお話に入る前に、えまずあの外部環境の課題というところをいくつか整理してみたいと思っております。まず1点目、え観光消費のですね、単価が伸びていない。 えー、特にインバウンドのです、ね、方が日本で使う金額が伸びていないという現実がございます。えー、これは2015年からですね、えー、ほぼ国内商品を受けるインバウンドの方のが使うお金というのが、えー、消費額が伸びておりません。15万円台のままですね。えー、という現実が1点目。2番目はですね、えーと、日本人の方が海外に全然行ってないので、 えー、どこの国の人にどうやって来てもらうかというイメージが広がらないということであります。これはあの観光地経営、まあ、特に DMO という観点からちょっと細かく補足させていただきますと、あの私、まあ、観光地域づくりの専門家でございます。えー、DMO の皆様が、えー、観光庁に登録するにあたり、インバウンドのターゲットエリアをどこにするかというのを、えー、DMO の申請書に書くことになっております。 インバウンドを1番目に来ていただきたいというところを見ますとですね、まあ、大体全体の3割ぐらいの方が、えー、台湾というふうに書かれています。まあ、台湾の方、新日でありますし、えー、非常に礼儀正しい方が多いですし、えー、またあの、ホテルの備品を盗まないと <laughs> いうことも大事なポイントでございます。で第2番目がですね、えー、と全体の25%ぐらいの方が、えー、フランスを中心とした ヨーロッパ圏というふうに書かれています。で、えっ、ー、と、第2ターゲットゾーン。これまた25%ぐらいの方が、えー、オーストラリア、北米等の英語圏というふうに書かれています。えー、目標申し上げますね。えー、オーストラリア、えー、北米等の英語圏。えー、一体それはどこの国なんでしょうか。 もうほとんどあの全世界の英語をしゃべれる人を相手にしているということをです、ねえー、第二ターゲットゾーンとして、我々は狙っているというふうに考えている,る方が、まあ、25%くらいいるわけなんですけども、外、えー、ヶ島出身の私としましては、えー、漁師の両方にです、ね、今のターゲットの話を例えてみますと、もう巨大な地引き網漁をやるというようなことをおっしゃってまして。 えー、オーストラリアから北米までをカバーする地引き網を引くということをおっしゃってるんですが、まあ、あのほとんどターゲティングになってないというのが現状でございます。さて、続いて3番目ですね。外資系ホテルチェーンの進出、えー、が、まあ、続いております。まあ、皆様、いろいろニュースで見てらっしゃると思いますけれども、えー、ホテルが、外資のホテルさんが出てきてくれた、ホテルができた、えー、従業員の方も、その出資元の国から、 えー、来て働いてくれている。街は一瞬潤っているように見えるのだが、ホテルに泊まって落ちたお金は全部本国に持っていかれると、えー、いうことが現実起きております。えー、っとこの傾向がまあ今後も続くのではないかということで、まあ、結局、今の話はですね、儲けるのは外資の企業になるという構造であるということが、一つの懸念材料であります。 えー、もう一点、えー、内部環境の課題を見てみたいと思っております。えー、一つ目はあ、観光宿泊業の皆様、大変ご苦労なさっておりますが、えー、人手不足の問題ですね。えー、コロナ禍で一旦、えー、人手が離れました、えー。これがなかなか戻ってこないというのは日本全国の課題でございます、えー。募集しても人がなかなか集まりにくい、えー。せっかく来た。やっと採用できた。と思っても、時給が200円高いところに。 ちょっとやめていってしまうとうようなことが実際に起きておりまして、人手不足であるがゆえに100、100%の稼働まで持っていかずに、あえて7割ぐらいに稼働率を止めているというホテル、旅館等も見受けられております。続いて2番目、インバウンド向け従業員教育の不足。インバウンドは面倒だと思っているのが、 インバウンドにバレてると、えー。これはですね、ちょっと具体的なお話をさせてあげますと、えー、4月の終わりにですね、デンマークの方とちょっとお話をする機会がございまして、えー、そのデンマークの方はグループ旅行で京都に行ったらしいんですね。えー、席が空いていたので、えー、お蕎麦屋さんに入ろうとしたと。で入ろうとしたところ、店員の方がですね、もう見るからに嫌な顔で、 パツ印を出したと、バーッみたいなね、えー、もう、もう入ってくれるなっていう意思表示なんですけども、えー、デンマークの方におっしゃってました。すげえ感じが悪いと、はいえー。インバウンドは面倒だと思っているのが、インバウンドにバレてます。これは何が問題なのかと言いますと、 まあ、あのインバウンド向けの従業員の教育っていうのが、やっぱりまああの届いてないというのが現状でございまして、えー、ハイエンドトラベラー向けのホテル等は、もちろんインバウンド向けの教育なさってらっしゃると思いますが、これから街中のですの、ね、飲食店とか、旅館、小規模の旅館様等々で、インバウンドを来てほしいなと思っているんだけれども、実際にはあの教育が追いついてないというのが事実として存在していると。 でございますあと、内部環境でですね、まあ、一番あの課題だと思っておりますのが、えー、このコロナ融資の返済ですね、まあ、3年間、えーと、ウィズコロナになり、我が国政府もいろんな支援策を出していただきました、えー、とコロナ融資策ですね、でそれをまあ融資を受けて、えー、厳しい時代を乗り切ってこようとなさっていた観光、宿泊業の皆様、たくさんいらっしゃいます。 えー、ところが、そのコロナ融資の返済が始まったというタイミングになりました。まあ、今まで何度かあのスケジュールをリスクしてもらったりしていたわけなんですけども、いよいよ返済が始まる。えしかしながらですね、あの3年間、非常に厳しい経営環境にございましたので、さあ、あなた返しなさいと言われても、返済の原資が確保できない、また、返済の原資を確保するメドが立たないと。 というところが大変多いという現状になっています。よって、えー、観光宿泊業のですね、廃業。これが非常に増えてきています。あのー、まあ、このままやっていっても、なかなか厳しいだろう。借りたお金を返すということも、なかなか難しいのではないか。よって、もう今のうちにですね、えーえー、と、廃業してしまおうということを選ばれる。 事業者の方が増えているというところが、このところ、倒産廃業が増えているところの一つの要因でございます。これはやっぱり財源をどう確保するかというところにひもづいておりまして、やはりこの財源確保っていうところをどう捉えて、どう実行していくのかというところが重要かなというふうに私たちどもは考えております。そうした中で,です、ね、まあ、あの財政支援策というところをきちんとしなければいけない。 私はまあ観光地域づくりの専門家として、DMO の皆様の戦略を作ったり、まあ、戦略を立て直しをしたりすることが仕事なんですけれども、まあ、自治体が深く関わっている DMO さんとか、観光地経営の場所の場合はですね、まあ、いくつかやり方あります。まあ、例えば、企業版ふるさと納税を使うとか、えー、これは個人版のふるさと納税の変形ですが、あのクーポン型の旅行で納税みたいなものの仕組みを使うとか、 あと宿泊税をですね、まあ、導入させて定率で取るとか、えー、また、住民参加型の公募債というやり方もありまして、えー、と中期住民からお金を集め、えー、未来都市に向かわせるみたいなやり方があります。えー、これはあの、あくまでも自治体が能動的に関わっている場合のケースでございまして、まあ、自治体が動かないとできないケースが、この A から D まででございます。えー、今日は この施策につきましてのお話はしません。どちらかというと、えー、皆様は、えー、民業の皆様、DMO の皆様が本日は市であるというふうに認識しておりますので、えー、DMO の皆様とか民間事業者の皆様が自主的に、えー、能動的にできる施策っていうのを3つほど、えー、選んでご説明をさせていただければと思っております。A、B、C ございますが、まずは A のセキュリティからご説明させていただきます。 セキュリティといいますのはですね、まあ、DMO とか民間の事業者の皆様が、えー、ミュージックセキュリティ社が運営しております、インターネットを通じてですね、全国の出資者からあ資本性資金を調達できるという、まあ、インパクト投資プラットフォームというのが、セキュリティという仕組みでございます。このセキュリティを活用することによりまして、えー、地域の課題とかですね、社会問題、 環境問題の解決に貢献する事業に、共感する出資者の方たちから資金調達が実現できます。その結果、事業者の皆様は、事業の経済的価値と社会的価値の両立を目指すことができるというのが、セキュリティを活用した事例であります。具体的にはですね、あのまあ、1、えーと、事業の経済的成長ということで、 と事業の社会的成長の2つの側面があるわけなんですが、下にございますように、セキュリティにはですね、出資者の方たちが会員になっておりますので、事業者の方がこういうことをやりたいんだということを、セキュリティの会員の皆様にご提示いただいて、そこから出資の申し込みを受け、匿名組合が蘇生されまして、資金提供を受け、それを受けた事業者の方たちが事業を実施し、 収益が上がったところで分配がされるという仕組みでございます、まああの。いくつかの利点、特徴がございますが、1から5、特徴を挙げております。1番目、えー、議決権に影響しない。これはの、集まったお金がです、ねえー、株式発行、譲渡を伴わず資金調達が可能で、えーと、議決権に影響しないというのがあの1つのポイントでございます。 二つ目、えー、元本保証、個人保証が不要だと。まあ、銀行様からお金を借りたりしますと、まあ、必ず元本保証とかあの、個人保証が求められますが、えー、セキュリティの場合は、えー、これが必要ありません。これは、あの、民間事業者の方、まあ、DMO 的な組織のにおいても、代表者の連帯保証を求めるというような形にはなりませんので、まあ、非常にやりやすい形かなとは思います。えー、三番目、えー、っと、自由な 資金使途、えー。補助金のように、えー、資金使途の制限は原則ありません。これが重要ですね、まああの。コロナになりまして、いろんな支援策が我が国も出ました。えー、その中でもですね、まあ、特にあの10分の10と言われている定額出すという支援策が出ました。いろんな省庁が出していただきました。まあ、ありがたいとで、えー。資金繰りに困っていらっしゃる皆様も、 できれば、自己負担がない、10分の10いう申請を、えー、なさった方たちも、今日見てらっしゃるかと思いますが、まあ、これが非常に、あの、くせ者でございまして、まあ、あの、私どものウェルウェフェンも実際に、えー、とある省庁さんの、まあ、10分の10の施策、申請して採択を受けたんですけれども、えっ、ー、と、事務局があ、省庁の外閣団体の、えー、一般財団法人が、事務局がやるようなケースでですね、 えと申請資料を出した、採択を受けた。で、事業が始まる。で、まあ、定額ですから、その定額の中でお金を使っていくわけなので、まあ、実際にお金が使われ始めた、えー、中間報告もして、このまま全額一旦払いますと。で、払い切った。で、払い切ったっ、えーえー、とに、全額このように使いましたので、えー、お金を生産してくださいと。まあ、定額控除ですので。 それにつきまして生産してくださいというふうにして申請を事務局に出すとですね、その一般社団法人様は知らねえしと言ってですね、お金を出さないっていうケースがございまして、私の友人の会社は800万の定額補助で120万お金が出なかったですからね、15%出なかった。もう、そもそも自分たちの活動に対してじゃなくて、払ったお金に対して、 出る支援策でございますので、まあ、大分かちといいますか、やらなければよかったという結論になっております。まあ、そのようなあの一般社団保障が実際存在しておりまして、まあ、全国いろいろキアリングしたんですけども、かなりの、まあ、あえて被害という言い方をしますが、かなり被害が出ております。よって、まあ、補助金だからといって、ですね安心して申請してですねお金来るんだっていうのも非常に危険でございまして。 できればあの、そういうところに依存しない形の方が、私は一番いいんじゃないかというふうに考えております。4番目、事業成果、売上に連動して投資家へ分配が行われるということで、まあ、集まったお金に基づいて事業が行われ、えー、投資家の方たちに対するリターンの開始をですね、まあ、協議に基づいて、えー、1年から10年程度で分配の期間を設定していくと。まあ、要は無理のない 形でででの分配設定が可能であるとということですそのようなことができるのがセキュリティでございます。具体的な事例としてですね、これは十数年前の事例なんですけれども、えーと、兵庫県の森林組合さんの事例ですね、セキュリティを使いまして、1億と200万ほど、この森林組合様はお金を集めています。集まったお金でですね、 あの林業の機械、結構まあ高額な機械があるので、まあ、それをレンタルをするとかですね、えー、と森林の所有権を取りまとめて、あの森林組合が管理を包括的に行うような仕組み作りに充てるとか、えー、また、えーと、木材の価値を高めて販売するための認証制度を取得するというようなことに、この集まった1億200万が使われたというような事例がございます。 要は非常に社会公共性の高いものであれば、お金が集まりやすいということの事例の一つであります。よって、セキュリティは当然、やる内容に対しての審査がございます。ただ、それにつきまして、ぜひやってみようということになった場合に、すでに会員組織があります、セキュリティの会員様の方からお金が集まってきて、事業資金が集まって実行に向かえる可能性があるというものが、このセキュリティでございます。 えと続いての事例なんですが、えーと、ミント機構という組織がございます。えー、ミント機構というのは、えー、国土交通省の外郭団体のファンドです。ミントさんがやってらっしゃるのが、このマネージメント型まちづくりファンド支援というのがございます。えー、ちょっと細かい絵になっておりますけれども、まず右側のですね、えー、まちづくり事業を行うもの、黄色の方なんですが、一番下の方に、 地元企業個人等って書かれています。これはあの地域のまちづくりを行う方たちがまず3分の1の財源を出してくださいと。まあえー、例えが映画を分かりやすくするために、えー、全体として3000万の事業費が必要だった場合、えー、地元の企業とか個人の方が3分の1の1000万を出してくださいと。えー、それが出るのであれば、 左側の青、ミント機構は、えー、同じく3分の1をファンドとして捻出し、えー、ミント機構さんが能動的に動いて、えー、地元の金融機関と連携して、地元の金融機関が3分の1、計、えー、2000万、3分の2が、えー、用意されて、まちづくりファンドが創生されると。で、それによって、えー、全体3000万の事業を推進していこうというのが、この、えー、マネジメント型まちづくりファンド。 の支援業務でございますただこれ、一つ制約がございまして、民投機構様、国土交通省系のファンドでありますので、いわゆる工事とかですね、建物のリノベーションっていうところに向かう仕組みでございます。古民家再生とかは、この仕組みを使って、実際に古民家の再生とかリノベーションっていうのをやってらっしゃいます。よってまあソフト事業には使われる事業ではないというところが一つの制約点であります。 さて、まああの、私どもですね、かねてから申し上げておりますが、その中で、まあ、一番ハードルが低くて、えー、取り掛か,かりやすい補助金の例で挙げますと、やはり事業再構築の補助金ではないかというふうに、えー、捉えています。今年度で言いますとですね、えーまあ、5800億円ほど用意されておりまして、えー、予算が消化しきれないまま続いておりまして、昨年度よりも増えているという現状であります。えー、観光宿泊事業者の皆様が、まあ、次の一手を考えるときに、 この事業再構築の補助金をお考えになってはいかがかなというふうに考えています。第10次の事業再構築がもうスタートしておりまして、今回からですね、売上高の減少要件のない成長枠というのが追加されておりまして、いろいろ条件はあるんですけども、売上が減ってないとだめだというふうに言われていた事業再構築なんですが、売上が減少してなくても出せるという枠が追加されております。今回、締め切りが 6月の30日になっておりますので、まあ、約1ヶ月後でございます。まあ、もし、まあ、事業再構築を使ってみようという方がいらっしゃいましたら、えー、と私どもですね、ウェルウェフムは補助金、助成金の診断のページを用意しております。この QR コードからも入っていただくことができますし、ウェルウェフェムのサイトの方からもご案内をしておりますが、まずは自分たちがどのくらいの金額を取れるんだろうかということを一旦ご判断いただいてですね、 事業再構築の検討をしてみていただくのもいかがかなと思っております。この後、私のセミナーの後にですね、ライトアップ社によります事業再構築につきましての具体的なお話をさせてあげたいと思っております。ただしあの、事業再構築申請していただいてもですね、いろいろ手間です。正直言いますと。申請する書類も多いです。よって、 従業員の方がですね、もう1人とか2人とかでやってらっしゃる規模のお事業者様はですね、正直言いますと、あまり推奨しません。もう出すペーパー多すぎますし、やり取りも多すぎますし、逆に言うと、これをもらってしまったがゆえに、これに暴殺されてしまうという危険性もありますので、あのまあ、このあのセミナーもお聞きいただいてですね、 えと自分たちで本当にそれできるんだろうかというのは、まあ、冷静に判断していただいて、えーと、ご判断をいただければというふうに考えております。はい。えー、ということで、えー、本日第1回ということでですね、観光地系の差別化、高付加価値化戦略をお話しさせていただきました。えー、1週間後、6ヶ月の7日はですね、ウェル FM のできること、特に、まあ、温泉の差別化について、 えー、お話をさせていただければと思っております。えー、予約はですね、今出ておりますが、ウェルフェムのノートのページ、not.com スラッシュウェルネスツーリズムから予約を受け付けておりますので、えー、ぜひ、えー、覗いてみていただいて、ご予約の方をお願いしたいと思っております。えー、6月と7日、時刻は同じく、えー、午後2時から3時までの1時間となっております。よろしくお願いいたします。本日はセミナーにご参加いただきまして、ありがとうございます。来週もぜひ、 ご参加ください失礼いたします